本日もガチャを開封していきたいと思います。今日のガチャはね、また人気コンテンツですけれども、鬼滅の刃のガチャを回してきました。早速開封していきます。今日やってきたのはこちら、伊之助の伊之頭コレクションになっています。鬼滅のガチャって多分めっちゃいろんなのがあって、まあオーソドックスなのはキーホルダーとかフィギュアっぽいのとかいろいろあると思うんですけど、まああれもあれでいいんだが、なんかこれがどうしても気になっていて一回回してきました。でラインナップはこちら、なんか大型なもの、怒ってるの泣いてるのキラーンしてるものっていう感じになってます。でこれペットボトルやフィギュアに装着可能ってちょっと面白そうなんで気になってたんですよ。本日当たったのはこちら、キラーンがついてますね。なんかキラーン浮いてる、あ、牙についてるんだ。へー、すごい、なんかリアルで切れ目が入ってて、思ったよりもふにゃふにゃしてます。結構柔らかい、なんかいろんなものにつけられる感はあるかもね。そしてなんとこれ台座がついているので、せっかくなんで立ててみましょう。めっちゃシュールな映像だな、ね、めっちゃこっち見てんな、こっち見んな、怖いね。ちょっとこの後なんかいろいろなものにつけて遊んでみたいんですが、鬼滅の刃といえば、私は漫画も全部読んで、アニメ、映画全部見たんですけれども、早く続きが気になりますよね。なんか無限列車でめちゃめちゃドカーンってきたけど、やや下がっちゃってきてる感あるからね。なんか早く次のやつ見たいなっていう感じですよね。刀鍛冶の里？なんか、ブームに乗って見てたみたいな層がもう鬼滅のことを忘れちゃってるよね。私はまだちょっと刀鍛冶の里が楽しみで、前回の遊郭編ら辺から上弦の鬼が出てきてそれ倒してっていう感じで話がすごい進むイメージがあるんですよね。だからちょっとこっからが正直楽しみっていうのが個人的な感想でございます。まあひとまずこの伊之助くんを使っていろんなものに装着して遊んでみましょう。まずはここにもあるようにペットボトルにつけてみたいなと思っています。例のごとくゴゴティ登場でございます。ゴゴティにつけた感じがこれ、ででん。一応ペットボトル用ではないので、なんかすぐに外れちゃう感じではあるんですよね。なんか普通に乗ってる感じ、ね、なんかキモいなちょっと怖い感じですね。あとは鬼滅のフィギュアとかがあればそれにくっつけるのが一番面白そうなんですけれども、我が家に今のところ鬼滅フィギュアがないんですよね。程よくハマりそうなものを探してきます。こんな感じの子が生まれました。シュールだな、異色のコンビだよね。まあこんなキモい生物を生み出してしまいますが、このガチャ面白いのでぜひ興味のある方はやってみてください。なんかこういう変わったの好きなんですよね私。なんか微妙に使える系とか遊べる系だから、なんかこのね、別に伊之助がめっちゃ好きってわけではないんだけど、伊之助がひたすら出てくるようなガチャとか回しちゃうんですよね。ちなみに鬼滅で好きなキャラクターは伊之助ではないです。でもこれはね本当に結論が出なくて、友達と1時間以上にわたり議論を重ねた末結論不明になった話題なので、もう本当に難しいんですよね。鬼滅のキャラどれも魅力があって、もうマジで結論が出ませんでした。
というわけで本日は伊之助の井の頭コレクションをやってきました。結構遊べるガチだったので本当はもうちょっと欲しいですね。あと鬼滅のフィギュアにくっつけたいよね。全く全然関係ない体で伊之助っぽいことが伊之助っぽいキャラ作れるわけなんで、ちょっとそれがやってみたいことですね。ぜひこのガチャを手に入れたら炭治郎の体に伊之助の頭をつけて遊んでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。